ディン・エフ・レイノルズはアメリカ合衆国の俳優、映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。日本ではブルーバード映画、沼の少女、南方の判事》の監督として知られる。1891年5月7日、アメリカ合衆国アイオワ州ハーレムに生まれる。長次で同州で新聞記者となり、その後、バートンキング率いるバートンキングカンパニーで俳優として、 映画出演をする。1914年から脚本を書き始め、翌1915年、ユニバーサルフィルムマニファクチャーリングカンパニーに移籍同年、ヘラホール主演の映画ボスサイズオブライフで監督としてデビューする。1916年に設立された同社の子会社、ブルーバード映画で沼の少女や南方のハンジを監督し、 レイノルズの監督作は日本でも多く上映され、その後に設立された小畜蒲田撮影所の映画作品に多大な影響を与えた。1921年6月、女優のキャスリーンをこんな後結婚する。1927年2月25日、カリフォルニア州ロサンゼルスで拳銃自殺により死去した。満35歳ボーロサンゼルス軍サンタモニカ市の墓地。 ハリウッドフォーエバーに眠る。It happened in h o n o l ありがとうございます。